言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、一つ前の動画がテクノロジーとかトレンドに関する話で、ビトレイヤルゲームの話を久々にしました。で、ここ最近と言いますか、もうほんとここ最近と言っていいかなと思ってますけど、あのスカイハイとビーファーストを筆頭にして BMSG 全体がいろんな世界とかいろいろなカルチャーと絡むことが本当に多くなって、それをちょっと考えてみたらだいぶやばいことになっているぞっていうことですよ。まあ最初からね、 J-WAVE とかよくしてくれて、ラジオとかそういったところは今でもずっと大事にしているところですけど、やっぱり状況も変わってきて、そのテクノロジーの話もしましたが、まあ海外もそうだし、アニメ、映画、スポーツ、あとは、まあ、言ってみればバンドサウンドにもっていうことだなと思ったんですよ。全部見るとね、そう、気づかないうちに BMSG の関わってる世界が非常に増えているということですよ。まあまず海外って話ですけど、スカイハイがね、あのストレイキーズのスリーラチャと一緒に楽曲作った時ありましたが、ジャストブリーズですね。その前からも韓国のレディーだったりとか、それから発表した段階は遅れたけど、実際 MV 撮っていたのはコロナ前にタイのダボイウェイト撮っていたりとか、あとタイだとスタンプもそうですね。で、今回台湾のオージーと撮ったりしたわけですし、あとはそのイギリスのジョナス・ブルーだったりとかね、それからアメリカのラジオでこう30分ほどの特集やってくれたりとか、あのビトレイヤルゲームをね BGM で流してアメリカのラジオっぽい感じでやってて、なんかすごく映画見てる感じで面白かったなと思ったんですけど、まあビトレイヤルゲームの話は一個前でもしてますが、まあそういう形で、まあ海外ということで、ちょうどそのボスダムでの王子と一緒に歌った動画がスカイハイのチャンネルでも上がっていましたし、面白くなってきているなっていう気がしております。で、映画に関してはあのマーゼルとビーファーストですね。本当マーゼルがリトルマーメイドの試写会に招かれたっていうのもありましたが、ガーディアンズオブギャラクシーの時もありまして、両方ディズニーでしたね。で、ビーファーストで言うと、映画で言うとそれこそね、あのレオくんがスパイダーマンのね新作のところに、レッドカーペットのところに出まして、はい、っていうところもあって試写会動画も見たはずですけどもね、ダイスの花村聡太さんと写真に写ってましたね。花村さんの写真で JO1 の佐藤圭吾くんと写ってるのはあったんだけど、レオくんと佐藤圭吾くんでっていうのはないのかな、ちょっとそこはまだ確認ができておりませんけど、まあでもよく考えたら花村聡太さんのところで袖が写るはずはないんだが、そう、まあもしかしたらあの BE:FIRST とか JO1 の公式からそれが出るかもしれないし、ちょっと出てほしいなとも思っているところです。で、映画で言うとね、あのブラックパンサーワカンダフォーエバーと、それからアバターですね、アバターウェイオブウォーターもそうだしっていうところもありました。で、そこの部分もで、レオくんで言うとダヴィンチの雑誌にね出るところで、小説とか漫画とかその文学関連のところ、まあ漫画ももう文学と言ってもいいと考える派ですけども、あの娯楽、小説も娯楽だったわけですよ昔のね。だからその娯楽を語るので、今の世界は小説以外の娯楽もいっぱいあるから別にいいじゃんと思ったりする。だからその文学とかそっちの方面でもう行ってるしね、うん、っていう形で、ドラマの方はね、りょうきくんも、まあ、りょうきくんはハイアンドローズアワーストクロスの映画出ましたし、そういうところもありました。あとはアニメですね、うん、ここは強いんじゃないかと思うわけです。あのですね、やっぱりこう私最近あのランキングオタクみたいな感じになってきましたが、あのチャートでビルボードでもオリコンでもやっぱり上位にいるのって、日本のチャートで言うとやっぱりね、あのアニメとかアニメ映画の主題歌関連多いんですよね。あとはゲームとかの音楽ですかね。そう、それから VTuber の楽曲ってのもあるけど、いずれにしても二次元コンテンツですよね。で、そこにね絡むっていうところになってくると、ここはあのね、やっぱり期待しているのが愛の遺伝子の主題歌のアイザ・ショータですね、ショータくんですね。アニメも好きなんでね、で結局そこも含めてちょっと愛の遺伝子はチェックしようと思っているんですけど、そういえばね、あの愛の遺伝子が
ていうかアニメイトあるじゃないですか。アニメイトの方でランキングあって、7月の新規のアニメで期待するものなんですかみたいなやつがあって、それ私愛の遺伝子投票してきましたよ。ちょっと多分そういうのもいいんじゃないかなと思って、そうだな、ちょっと、まあこれは本当にまあ強制はできないのですけど、まあ多分アニメイトだから変なそういうサイトっていうか変なアンケート形式ではないと思うので、まあちゃんとは調べてないですけど、でも多分大丈夫だと思うので、一応そのリンク貼っておきますんで、もしよかったら愛の遺伝子ちょっと気になってます的なことを、まあ翔太くんファンはもちろんのこと、他のね BE:FIRST とかマーゼルとか他のねアーティストのファンの方も、 BMSG はねファミリーなので、そういう感じでやってくれるといいかなと。あ、でもちろん強制はしません。はい、っていう形で、まあスポーツに関しては、まあそれこそ BE:FIRST TV で読売ジャイアンツコラボありましたし、その辺もありましたが、あとはね、野球で言うとエディーボーイがマリーンズのラブをバブルボーイになりきって、それで対巨人戦と対阪神戦のラップをやってて、千葉ロッテマリーンズのね公式のツイッターでそれが上がってるんすよね。まあよく考えるとね、読売巨人軍の方もそうだけど、野球チームの公式の方で BMSG のアーティストがね、しかも BE:FIRST とエディーボーイっていう2人分上がるっていうのも非常にすごいと思うし、だってグッズコーナーとかでね売ってんすからね、 BE:FIRST コラボのやつも、あとエディーボーイくんのバブルボーイのファイルとかそっちも売ってるしっていうことですからね。まあそれもあるし、あとスポーツだと俊斗くんがスケボー関連で仕事を最近する感じがあって、ちょうどその仕事もありますからね、まあそれもすごいことだと思うし、エクストリームスポーツという言い方でよかったのかな。あとはそのマナト君がねバスケ NBA の方のやつでちょっと前にね、まあ、そこのやつで仕事じゃないけど、なんかそういうものになったっていうか、なんかありましたよねなんかっていうかありましたんで、それもあったから、まあ嬉しいでしょうねやっぱりね。あとは例えばジュノン君のサッカーだったりとか、そこはスカイハイ社長も一緒に行けるからね、そういうのもあったらいいなと思ったりとかするし、あとはまああれですよ、ソーダ君はダンスの方でね、ニュージーランドにその BE:FIRST なってからも行ってるしね、龍平君もそのダンス関連で行けそうな気がするんでね、なんかそっちの方もやってもらったらいいかなっていう気がしてる。まあレオ君は野球ね始球式やるっつって、これはやばいぞと思うし、で涼介君もねいろいろ万能だから、あでもあれかボクシングやってるから、そっちの方でなんかできればと思うと、なんかやっぱあれっすよね、BE:FIRST はスポーツ関連みんな強いメンバー多いなって言ってるし、龍平くん本人は球技は超苦手って言っているけど、まあその分ダンスに特化してる部分はあるしね、っていうところでいいんじゃないかなって思ってるしね、いろいろと楽しくなりそうですね。あとそのバンドっていうものに関しては、モベルコアくんが一緒にライブをしているバンドあって、そっちのバンドの方で今度曲を出すんすよね。これは結構びっくりで、BMSG の中でスカイハイはじめとして、まあ、スカイハイもバックのバンドいるけど、ただバンドとしてのその曲のリリースっていう形って多分今までなかったっすよね。だからノベルコアっていうアーティストがもともとロックの素養が強いとか、そういうなんだろう、ロックとの相性がいいっていう話をスカイハイは結構前から言ってたわけで、まあラッパーだけども、まあこれもよくスカイハイが言ってる話で、今の時代はそのジャンルにねこだわりすぎる必要はないというところで、まあこれもラジオで言ってたけど、なんかでオージーも言ってたけど、台湾のアジア人がやはりこうカテゴライズするの好きだよねって話、まあそれは私もカテゴライズ好きな方なんでグードネも出ないけど、ただそのカテゴライズ別にする必要もなくなってくるのではないかなというところで、まあそういう感じでバンドのサウンドというか、バンドでそのノベルコア君が曲を出すと、バンド名がちょっと調べますけど、ノベルコア&ザ・ウィル・ラビッツでしたね。ファーストシングルバイバイと書いてある、バイグッバイ的なところで来るのかな。
で CD 予約購入先着特典絵柄とかもろもろ書いてあってありますね。ラビッツロト詳細が決定、宝くじやりますって言ってたよなまあっていう感じになっておりまして、いいっすね。ノベルコア&ザ・ウィル・ラビッツ、ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズみたいな感じでいいんじゃないでしょうか。うん、っていうことになりますね。いや面白いですね、バンドで出すっていうの。そういうことなので、バンドでやるっていうことで、今後そのロックフェスとかでやるっていうことも念頭に置いて、それをこう動きやすくなるんだろうなってところはありますね。コロナ禍も明けてきたので、フェスなんかも大小問わずいろいろと出てくるでしょうし、それこそ海外とかのやつもあるしね。でまあ日本はねやっぱりロック強いので、ロックの方面で行くことでまたその裾野が広がる可能性っていうのもあるから、そこは面白そうですね。ね、ここも楽しみですよ。ノベルコア君も本当に新しくいろんなことを開拓していて、すげえなっていうの改めて思いますね。はい、まあ改めていろいろ語りましたが、まあ抜かしてるものもきっとあると思います。まだまだたくさんあるはずだから。とにかくこういう風に気づかないうちに BMSG が関わってる世界が非常に広がっております。まあそもそもがね、去年で言うとロックフェスに、三大ロックフェスと言われるフジロック、ロッキンジャパン、サマーソニックを BE:FIRST が制覇するっていうところも、フジロックはねジョナスブルーのバックでって形ではあったけど、まあそれもありつつで、あと BMSG フェスっていう、まあ言ってみれば新興の新しいね、大きくはない事務所が主催でそういうやつをやるっていうね、フェスをやるっていうのもすごいことだし、あとダンクですね、事務所の垣根を取っ払ってやるフェスっていうかライブっていうのも、まあなかなかのもんで、なかなかのもんでなんてもんじゃないですね、すごいことでございまして、まあここも含めて2022年も相当やばかったし、これを超えていくことってなかなか難しいんじゃないかなと思ったこともあったけど、いや全然そんなことはなくて軽く超えてきましたね。まだ上半期も終わってない段階でね。はい、では私はいろんな動画を撮っておりますので、タイトル、サムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が手に入りますようにチャンネルの登録をお勧めいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。